いやどうもどうも、いやどうも、足立優と with 笠間稲荷林でございます。よろしく。今日はですね、つい2週間前ぐらいですかね、急遽何かこの笠間でこの伝統芸能を何かみんなに見せたい、そして何かこの歴史あるねこのお祭りごとをですね、皆さんにお囃子を何かしたいなと思って、2週間のうちにねめちゃめちゃ練習して準備してくれました。大きな拍手を。
ですか？7歳。かわいいね。チコよれチコよれ。とのかそれ。ということで今日はですね、稲荷林のね、あの代表の方にですね、ちょっとご挨拶をお伺いしたいなと、ね、思っております。ちょっと稲荷林についてですとか、ちょっとね、僕たちにね、よかったらね、みんなにちょっと教えてください。よろしくお願いします。その間僕ね、ちょっとね、あの髪がボッサボサで、あの天然パーマ爆発してますんで、あのヒガちゃん、ヘアメイクのヒガちゃんです。大きな拍手を。で、衣装の高山さん、今来てくれると思います。あのちょっとこっちで直してますんで、よかったらご説明のほどよろしくお願いします。なんかあの目大きくしてね、うん、あ、すいません。あ、どうぞ。改めまして、笠間稲荷林保存会と申します。ありがとうございます。私たちはですね、基本、まあ夏祭りはもちろんなんですけど、笠間をはじめですね、あちこちのイベントなどで演奏をさせていただいております。メンバーはですね、ご覧の通り、下は小学低学年から、小学生低学年からですね、上は70歳を超える先輩たち、名簿上では一応80名、のメンバーがいます。こういったの演奏の場では、まあ、大体今日みたいな10人ぐらいのメンバーで演奏させていただいてます。ですね、練習がですね、まあ、先ほどもちらっとゆうとくんの方から話しました、ありましたけども、私たち毎週火曜日夜7時半から10時ぐらいまで練習をしてます。まあ、ここのところですね、笠間市が感染拡大市町村の対象になってしまいまして、練習ができてませんでした。来週ぐらいはできないですかね。そんな中、今回のこのお話をいただきまして、ちょっとどうかなと、ちょっと心配だなと思ってはいたんですけど、ゆうとくんの熱いコールがありまして、なんとか、まあ、ゆうとくんもですね、笠間はじめ茨城全体盛り上げようと頑張ってますので、そういう姿にですね、共感しまして、まあ、自分たちのできる範囲でやらせていただこうと思いまして、今回コラボすることになりました。そうですね、これからもですね、ゆうとくと一緒に皆さん方に元気を与えられるように活動してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。いや、本当にありがとうございます。実はこの笠間稲荷林さんでちょっとコラボしたいというお話をした時、ご紹介いただいてですね、連絡したんですけども、ちょっとね、最初間に合わないと、間に合わないかもしれないから、ちょっと、まあ、中途半端なものを見せるのはお客様にはちょっとどうかなと言って、最初厳しそうだったんですけども、それで僕が悩んでた時にちょうどイベントがなんかあったんですよ。その帰りに足立ハウスカフェに寄ったんですね、にわカフェ倉さんに。そしたらですね、たまたまですね、その夕方あたりにゾロ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 って稲荷林さんが入ってきて、あれどう思っと思って、そこからお話しさせていただいたら、じゃあちょっとやると言ってくれて、今回ですね、本当にお忙しい中ですね、しかもコロナでここ使えなかったんですよね、レッスンも。そんな中、家で多分何回聞いたか分かんないぐらいね、本当ね、もう耳たぶにタブができる、ちょっとあんま分かんないですけど、僕先生日本語上手じゃないんですけどもね、こうやって素敵なコラボをね、実施していただきました。改めて大きな拍手を。一言ですか、二言でも三言でも四言でも。私たちの着てるこの反転ですね、実はもう何十年ぶりに反転新調しまして、本当は今年の夏祭りでお披露目しようかなと思ってたんですね。で、今回のお話いただいて、この色がなんかゆうとくんカラーなんですか、ちょっと間違ってたらごめんなさいね。そう、ブルーがね、という話を聞きまして、じゃあお披露目しちゃうかみたいなノリなんですけど、ちょっとこれ内緒にしといてください、ここで生配信されてるんですか。生配信です、漏れなく生配信されて全国に届いてますんで内緒でお願いします内緒ですよ、はい。でもね、ここで一つ発表があります。はい、僕たち足立優斗、そして足立アス、そして笠間稲荷林さんとですね、なんと2021年の笠間の納涼盆踊り花火大会2021一緒に作ります。笠間のこうやって公式の祭りを作るのは初で、花火上がって いろいろね、実はそのねぶたさんが中心になっちゃったんですよね、そのパレードとかで。何か僕たちにとってもこの伝統あるこの歴史をですね、受け付けられないかと
コロナで中止中止中止は分かるんですけども、その先にですね、誰かがその盆踊りとか花火大会を見て元気もらってくれたら嬉しいんで、精一杯ですね、僕たち全力でお届けしますんで、応援のほどよろしくお願いします。はい、それでは ご準備の方よろしくお願いします。そしてもう一つあります、告知。なんと足立優とセカンドシングル3曲入りです、変身サムライロックユーレターの発売が7月28日に全国リリース決定しました。もうすぐだよ、一番みんなが今欲しい曲入れちゃったからね。そしてなんと2021年11月茨城県内では相当な大規模で、なんと足立優とワンマンライブ2021開催決定しました。ぜひこれからのいろんな展開をですね、楽しみにしておいていただけたらなと思っています。よろしくお願いいたします。そして改めてこの稲葉売春の前にですね、出演してくれたドロップスにもう一度大きな拍手を。この前4月29日ドロップスさん出演してもらえるはずだったんですけど、バックダンサーで来たんですけどね、ドロップスのこうやショーがですねなくなってしまいました。ね、やっぱ子供たちたくさんのね頑張ってこうやっていろんなダンスの練習とかしてキラキラした目で踊ってます。大人たちが諦めるのは簡単です、子供たちは悪くないです、なんも。でもですね、この大人たちが、そして僕たちがこれからも子供たちが輝ける場所を、僕隣でリハ見てたんですけど、本当に泣きそうになるぐらいドロップスの皆さん本当にかっこよかったです、綺麗でした、本当にありがとうございます。そしてね、次のワンマンライブもドロップスさんも出てくれると思いますんで、ぜひですね、みんなで一緒に勝ちに行きましょう。よろしくお願いします。それでは4月29日から始まり5月29日今日ですね、本日笠間の乱に至るまで本当にたくさん応援ありがとうございました。ここが僕たちのスタートになってます。ここから皆さんと一緒に笠間、そして茨城、そして茨城に来てくれるファンの皆さんを、全国の皆様全員に届くような、そんな思いを全員と一緒に人と人とで演奏して皆さんにお届けして帰りたいと思います。今日は本当にありがとうございました。それでは最後みんなでドロップスの後ろで乗っちゃっていいからね。そして何より今日みんな誰よりも自分最後盛り上がっていきますか。女子、男子、メガネ、コンタクト、ラガー、ドロップスの父兄、ありがとうございました。そして笠間が大好きな人、みんなこっからがスタートだよ。全員で心と心の町おこしできますか。本当に茨城のサムライツアーありがとうございました。最後はこの曲でサムライロックユー。笠間の血を鳴らせ。シキパでムービーロン天にこの雪かき上げ、シキパでムービーロン狙い三段目は大事を切り、シキパでムービーロン君は傍観者か冒険者か、シキパでムービーロンカモン、あ、手を挙げろ。 We are サムライロックスタンダー、 We are サムライロックスタンダー、 We are サムライI'm not afraid to die.
してくよの声。だからこそ見せたい場所がある。あなたの心に涙流れ、そこに咲く花を探してる。浮世離れなど覚悟しようさ、無理かもしれないが無駄なことない。開かれて手にはまるこんにちは、時に軽く心を持って遊ぶ。ああこの手に残りゆく愛を。 One more time Everybody One more time。 定めなの今この瞬間まで変え続けて塗り替えてゆけ。ああ抗い諦めるものへ、ひらり奇跡は舞う。心なく指先で放つ邪心のない安い軽い言葉。触れるだけ時の無駄遣い。誰かを踏み台に登った。誕生を見える景色はどんなんだい。孤独で寒い退屈な場所だろう。右も左も風船以外さ、答え探しはもう終わりだ。あなたが正しいそう思うなら。みんな楽しかったか。戦いはこれからだ。無名義に悪魔をかくまがれ、目まぐるしい変わり捨てられてく。改めて笠間稲荷林さんに大きな拍手を。